確かにそのお話は我が社にとって非常に魅力的だと思います。だが断る。磯村貴、漫画好きな熱血 M&A アドバイザー。今のセリフってまさか。アシスタンコ、好奇心旺盛な新人アドバイザー。あちゃー、またやっちゃったよ磯村さん。栗林正義、弁護士と公認会計士の資格を持つダブルライセンサー。はあ、そろそろ私も慣れてきました。どうやら今回はみんながハッピーになる M&A じゃなかったみたいですね。人をないがしろにするような相手だったのかもね。って言っても売上のこともしっかり考えてほしいんだけどさ。しまった、今月の売上どうしよう。タンコちゃん、それ私に聞きます。はあ、この後予約あるの忘れてないですよね。それまでになんとかメンタルをリセットしないと。私アシスタンコは1年前からこの株式会社ホワイトカンパニーで M&A アドバイザーの見習いとして働いています。ごめんくださいね。白井特殊塗料専務取締役、白井陽子。いらっしゃいませ。それはあからさますぎます。本日はどのようなご用件でしょうか。実はこのブログ娘から教えてもらいまして。お母さんこれ見てよ、優待だって。白井特殊塗料経理部長、富山霞、旧姓白井。優待、そんな考え方はしたことなかったわね。お父さんのこれからについていろいろ考えてたんだけど、このブログ良かったからお母さんも見てみて。ほら、うちの旦那も兄さんも会社を継がないって言ってるし。優待って何？富山霞の長男、大のおじいちゃん子、富山武千代。ママもまだよくわからないんだけど、じいじが優待したらもっとニコニコしてたくさん遊んでくれるようになるかもね。本当？じいじと遊びたい！優待！優待！なので一度うちの主人と話してもらえたらと。ただ日程を決めると合わないって言いかねないので、できれば今日お会いしていただきたいのですが。今日ですか？タンコちゃん、今日やらないといけない仕事ってもう終わってるよね。はい、まあ。わかりました、今から行きましょう。ありがとうございます。ちなみにいつも御社を訪れる人はどんな人が多いですか？え、業者さんがほとんどですね。あとは月に一度税理士さんが来る程度で。なるほど。タンコちゃん、ちょっと奥から作業着を持ってきてくれる？作業着ですか？わかりました。作業着の方が自然かなと思いまして。そこまで気遣ってもらえるんですか？新しい作業用機械のサービスマンってことでいかがでしょう？面白い方でも頼りになりそうなサービスマンですね。本日はよろしくお願いします。なえて、 M&A なんかやらんでよ、わざわざ悪いけど帰りゃ。白井特殊塗料代表取締役社長、白井虎鉄。あんた、あ、せっかく来てもらったんだで話くらい聞きゃ。はい、じゃあ少しぐらいなら。奥さんさっきと全然違う。その前にまず私は社長のことをもっと知りたいです。いろいろと教えていただけませんか？わしの話か。磯村さんは白井社長にいろいろな質問をしました。創業当時のこと、大変だったこと、嬉しかったこと。社長はそれに答えるうちに次第に口数が増えていき、気がついたら社長の話は会社自慢になっていました。社員がデラ頑張ってくれとってよ、特に矢沢がよ。わしだってよ、
本当は矢沢に後を継がせる気だったんだわ。よく厚田神宮に二人で行ってよ。でかいクスノキの前で商売についていろいろ語っとったのに。確か厚田神宮のクスノキはとても有名で、樹齢千年は超えているって聞きました。クスノキみたいに千年続く会社にしたいってあいつと一緒に夢語ってよ。なのに先に行きやがって。わしが働くには社員や家族を食わせてやれんがね。やれるうちはあいつらのためにわしがやらな。しかし社長、お一人で千年続けることは。ではそのクスノキのように会社を千年続けるためにはどうしたらいいと思われますか？頭では分かっとんだで。でも矢沢みたいなやつはどこにも。白井社長がしっかりと根っこを育てたおかげで会社が立派になりました。次は幹を太くするために。でも諦めたらそこで試合終了ですよ。社内に適任者がいないのであれば第三者への承継、すなわち M&A の道を探ってみるのもありだと思います。だがやっぱりそんなことをしたら社員を身売りすることにならんだろうか。そのお気持ちわかります。社長にとって社員は大切な子供のような存在ですよね。ただ残念ながら社長が現役で活躍されるのも限界があります。いずれ誰かに引き継がなくてはそれこそ社員が困ってしまいます。だがそんな相手をどうやって。よろしければ解体会社の一覧表をご活用ください。解体会社。逆転の発想です。売却するという発想から一度離れて自社で買収するという視点で考えてみてください。どこと一緒になったら社員やお客様がハッピーになるのか、そんなストーリーをイメージできるとポジティブに後継者探しができるはずです。自社の成長と発展を考えて選んだ相手だったら社員の方々もきっと分かってくれるでしょうし、 M&A を実行した後後悔に苛まれることもありませんよ。また社長の美優伝やしくじり話をじっくりとお聞かせください。納得のいく事業承継のヒントはきっとそこに埋まっていますよ。納得か。結局この日はこのまま白井特殊塗料を後にしました。お疲れ。私仕事終わりのこの一杯がたまらないのよね。千年続く会社、夢か。漫画家にはなれなかったけど今の私の夢は何なんだろう。わしの後継者を探せるか。それは社長次第です。確かにその通り。結局は次第だよな。探せますなんて簡単に言いやがったら追い返してやろうと思っとったんだ。って社長の物語の主人公はあくまで社長です。私は社長の物語の中では脇役でしかありません。でもいぶし銀の活躍をしたいと思っていますよ。今の安定した経営があるのは社長が会社をいい方向に導きたいという強力な推進力があったからこそですよね。まあそうなるように心がけてきたからな。ということは事業を引き継ぐ時には社長がしてきた判断基準、ロマンとソロバンを後継者に伝える必要がありますよね。ロマンとソロバン。社長がどれだけ立派なロマンを語っていてもソロバンが伴わなかったら今まで事業は存続できなかったと思います。反対に全くロマンを語らずにソロバンだけを追求していたら、これはわしの彼じゃ。社員のモチベーションは上がらず心は離れ、これまた事業は存続できなかったはずです。ロマンとソロバン、確かにどっちかではなくどっちも大切だな。まずはこの絶妙なバランス感覚を把握し、
ラブレターを送るように丁寧に伝えることが重要です。なるほど。わしのさじ加減を知らないと伝えることもできないし、伝えないと上手に事業を引き継げないってわけだな。とは言っても具体的にはどうしたら。そこで社長の武勇伝やしくじり話が必要になります。その中に社長の価値観がいっぱいあって会社の文化を築いているからです。そういえば前にも言ってたな。そんな話でよかったら山ほどあるぞ。行動力のある社長のような場合、社員やお客様、取引先のほとんどが社長のこだわりに共感している人が集まっているものです。そういう人に後継者になってほしいですよね。そうなったら理想的だな。全くいい人生だった。そう言ってもらえるような環境づくりをさせていただきますね。おお、この人またぶっこんできた。後継者指名は社長最後の大仕事です。大切な事業を、社長のロマンの続きを叶えてくれる後継者に託すことができれば、周りからも祝福される。それが優待です。ところでよ、買いたい会社の一覧表を書いてみたんだわ。え、こんなに？わしの頭ん中を全部磯村さんにお伝えせなかんと思ってな。ありがとうございます。すごい。白井社長の思い入れの強い相手であれば、うちのストーリーに共感してくれると思いますよ。ストーリーか。そりゃ世界中の子供たちが笑顔になるハッピーエンドのストーリーがええわな。 M&A に対する誤解が解け、白井社長と契約しました。そして翌日から白井特殊塗料のストーリーを伝えるための日々が始まりました。無限の可能性を追求するぞ。はい、お待たせしました。できた。僕はもう死んでいる。そしていよいよ買い手候補レッドストーンとのトップ面談の日がやってきました。え、社長がいなくなった？だから今会社に奥様から電話があって、朝になったら探さないでください、こてつって置き手紙があったって。え、いなくなったって1時間後には面談ですよ。僕に言わないでよ。もしかして。あ、よし、じゃあタンコちゃんはまず奥様に連絡取って、後で磯村が電話するって伝えて、その後万が一のことがあるから先にレッドストーンに向かっておいてくれる？はい。あれ、磯村さんは？白井社長をお迎えに行く。心当たりあるんですか？まあね。磯村さん。社長、このクスノキのように千年続く会社を一緒に作りましょう。こんな土壇場でビビっちまうなんて情けねえな。あ、矢沢、本当に立派なオクスですね。なんでここに？いや、矢沢さんに相談されているかなと思いまして。やってまったわ。せっかく磯村さんがお膳立てしてくれたのによ。わしはダメな男だでよ。やっぱり不安ですよね。実は矢沢が行っちまった後に一回だけ M&A のマッチングサイトってのに登録してな、オファーがいくつか来たんだわ。そん時金のことばっかり質問されてよ。そりゃそういうのも大切なのはわかるけど、どえりゃ嫌な気持ちになったもんで。あんた、お前、かすみと竹千代もどうしてここに？勝手にすみません、私がお呼びしました。一体こりゃ。どんな決断でもあなたが決めたことにはついていくから安心して。大丈夫だよ、私もお父さんのこと信じてるから。う、僕
僕もジージともっと遊びたい。だからね、優待しよう。もう迷わんよ。あと5分だ。やっぱり先に行こうかな。間に合った？お待たせ。あれ、助手席？おお、タンコちゃん、待たせて悪かったね。社長！社長、すごいドラテクですね。情けにゃあの、あんなもん、序の口だて。さあ、行こうか。と、うちは社員や地域社会を大切にしながら、年輪のように少しずつ、毎年成長したいと思ってやってきました。白井さんが開発した人と環境に優しい特許技術で、世界中の子供たち安心安全なおもちゃを届けたいです。レッドストーン代表取締役社長、赤石ゆうき。赤石さん、最後に一つだけ確認させてください。未来の子供たちと社員全員を笑顔にすると約束してくれますね？もちろんです。社員の皆さんと一緒に必ず。よろしくお願いします。今日は突然の報告でみんなを驚かせてしまって申し訳ない。これから一緒にやっていくレッドストーンという会社は、みんなが知っての通り人と環境に優しい会社です。今後は赤石さんが社長で、わしが会長になる予定だ。といってもまだ引退はしないぞ。便宜上私が社長になりますが、今までのやり方が変わるわけではないのでご安心ください。世界中の子供たちに安全なおもちゃを届けるために、皆さんのお力をお貸しください。わしは M&A は悪いこと、死ぬまで授業をやるのが当たり前だと思っていた。矢沢が亡くなってからはみんなにすごく心配をかけたと思う。そんな考え方を変えてくれたのが磯村さんだ。ほら磯村さん、前に来て一言くれんかね。え、私ですか？ご紹介いただきました、磯村です。今回の仲人をさせてもらいました。会社の目指すべきところ、皆様のこと、矢沢さんのこと、いろいろと話し合ってきました。白井会長は自分よりもまず皆様や会社の将来を心配して、この資本提携を進めてまいりました。赤石社長は未来の子供たちと社員全員を笑顔にすると約束してくれました。白井会長はレッドストーンとの提携を志半ばでこの世を去った矢沢さんに報告しても恥ずかしくないとおっしゃっていました。私は新生白井特殊塗料が美しく大きな花を咲かせ、千年続く会社になると信じています。おめでとうございます。おめでとう。お疲れ様でした。おめでとう。ってことがあってさ、ゆっくらせ。何なんですか、その漫画みたいな感動シーン。あの1時間でそんなことが。そういえば白井社長じゃなくて会長も喜んでましたね。最後に壇上に呼び出された時はびっくりしたけど。ああいうことはよくあるんですか？まあほとんどないよ。面談の当日に社長が来ないことは。もっとない。超焦った。ですよね。まあ今回もいろいろ大変だったけど本当に助かった。いつもありがとう。こちらこそ。私もやりたいことが見つかりましたし。やりたいこと？私もう一度漫画家を目指します。え、会社辞めちゃうの？いえ、辞めませんよ。私の得意な漫画で優待という考え方をもっとみんなに知ってもらいたいです。で、実はもうタイトルだけは決まってるんです。え、何？ロマンとソロバンです。